諸般の報告をいたします。去る9月16日成松幸男君ほか7名から発議案第2号空き家問題の解消に向けた対策に関する意見書案が提出され受理いたしました。本日市長から議案13件が送付され受理いたしました。その余の報告は朗読を省略いたします。日程第1から日程第22まで、すなわち議案第70号から同第88号までの議案19件並びに請願第4号同第6号の請願2件および陳情第5号の陳情1件計22件を一括議題とし、これより各委員長の報告を求めます。建設環境委員会委員長成松幸男君。皆さんおはようございます。おはようございます。それでは建設環境委員会に付託されました予算案2件、条例案1件、事件4件、および陳情1件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。なお、議案については執行部の説明を聞き、質疑、意見が行われましたが、その詳細については、委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。まず、議案第72号、平成26年度八代市一般会計補正予算第4号中、当委員会関係分でありますが、第7巻土木費、第1項土木管理費、建築総務費の空き家バンク調査事業、836万6000円について、執行部から、本市において平成28年度からの運用開始を想定している空き家バンクの設置に向けた空き家の調査及びシステム導入を地域づくり夢チャレンジ推進事業として県の補助金を活用し前倒しして行うものである。具体的には空き家バンクの基礎データを得るために旧町村及び二見地区の空き家調査とこの調査結果のデータを関係する市内部の部署間で共有するためのシステムの一部を導入するものである。なお、空き家バンクとしてインターネット上に公開する情報は個人情報も一部含まれていることから取り扱いには注意しつつ、当事者の了解を得たものに限り公開予定としているとの説明がありました。そこで委員から事業の経費にかかる内訳について質疑があり、執行部から空き家調査費用として649万8000円、システム導入経費として186万8000円を予定しているとの答弁がありました。これを受けて委員から空き家調査費用の積算根拠について質疑があり、執行部から今回、調査対象地域内の家屋数約1万5000戸のうち、1割程度の約1500戸が空き家と想定し、空き家1戸当たり3000円から4000円程度の費用がかかると見込んでいるとの答弁がありました。さらに委員から、平成28年度の空き家バンク制度設置以降、本制度に対する本市の関わり方について質疑があり、執行部から、現段階においては、各関係機関との協議は行っていないが、今後、宅建協会などと協議を行い、検討していきたいと考えているとの答弁がありました。これを受けて委員から、本事業に対して期待感を強く持っているので、事業開始前にはしっかり検討し、取り組んでいただきたい。また委員から、本事業における空き家物件の交渉契約等の仲介部分については、宅建取引の資格が必要とされることから、今後も空き家が増えていくと予想される状況において、市は有資格者の配置も考えていただきたいとの意見がありました。以上、本予算案1件については、議案第88号、平成26年度八代市一般会計補正予算第5号、括弧関係分、議案第82号、八代市市営住宅設置管理条例の一部改正について、
とともに慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第78号指導路線の廃止についておよび議案第79号指導路線の認定についてでありますが、本2件については関連がありましたので一括議題とし、執行部から今回対象となる路線は上柳新町4号線および吉牟田町4号線の2路線である。都市計画道路南部幹線の工事進捗に伴い両路線ともに東西に分断されるため、1路線を2路線に分けることにより起点終点の位置を変更することになるので、一旦指導路線を廃止し再認定するものであるとの説明があり、慎重に審査しました結果、本事件2件については議案第75号平成26年度八代市一般会計補正予算第3号中当委員会関係分に係る専決処分の報告及びその承認について、議案第80号八代市公共下水道八代市水処理センターの建設工事委託に係る契約の変更についてとともに慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決並びに承認してしかるべきものと決した次第であります。次に陳情第5号環境センター施設整備事業に伴う観光事業への配慮方については慎重に審査しました結果、その願意を了とし全会一致をもって採択と決した次第であります。以上で報告を終わります。文教福祉委員会委員長中村和美君。おはようございます。文教委員会に付託されました予算案4件、条例案5件をおよび請願一件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。なお議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。まず議案第72号、平成26年度八代市一般会計補正予算第4号中当委員会関係分でありますが、歳出の第4巻衛生費第1項保健衛生費予防費の各種予防接種事業8823万6千円について執行部から本事業は水道肺炎球菌および風疹の予防接種に係る委託料および補助金が主なものであり、その内容としてまず水道の予防接種については生後12月から36月までの幼児が対象であるが、経過措置として本年度のみ生後36月から60月の幼児も対象としていること、次は肺炎給付金の予防接種については65歳の方および60歳から65歳未満で心臓などの機能に障害をお持ちの方が対象であるが、経過措置として本年度は5年間は70歳から5歳刻みの方も対象としていること、また風疹の予防接種については妊娠を希望する女性のうち、県が実施する風疹抗体検査事業の風疹抗体検査及び過去の妊婦検診で風疹予防接種が必要と判断された方などに対し、予防接種費用の3分の2を助成するものであるとの説明がありました。そこで委員から肺炎給付金及び風疹にかかる予防接種の対象者数の把握とその周知方法について質疑があり、執行部から肺炎給付金の予防接種対象者については本市の年齢人口及びこれまでの予防接種率を参考に割り出している、また風疹の予防接種対象者については県から示された算式に当てはめ算
定している周知方法については、司法を活用するとともに、ホームページや FM 八代等でも周知を行うが、対象者が高齢者に限定される肺炎球菌の予防接種に関しては、個別通知を考えているとの答弁がありました。これを受けて委員から特に高齢者を対象とした肺炎球菌や妊娠を希望する女性への風疹の予防接種については、二重接種の危険性や対象者がここで接種が必要かどうかを判断しなければならず、主として対象者の中でも本当に予防接種が必要な方に対してどのような周知を考えているのかとの質疑があり、執行部からはまず任意で予防接種がすでに済んでいる高齢者に対しては接種の必要がない旨を記載した通知を個別に発送することとしている。その上で医療機関においても予防接種の記録をカルテに記載させているところもあるので、医師と相談をしながら受けていただきたいと思う。また風疹の予防接種に関しては任意で過去に接種していたとしても抗体検査をしてみないと対象者の割り出しができない状況である。よってこれを十分踏まえた上で周知を行い、医療機関と連携を図りながら必要な方に予防接種を受けていただければと思うとの答弁がありました。次に、歳出の第9巻教育費、第3項中学校費、教育振興費の学校体育振興事業262万4千円について、執行部から本事業は中学校体育連盟の九州大会及び全国大会へ出場する際に、大会参加に係る経費を補助するもので、当初予算において過去3年間の実績をもとに出場選手及び引率者合わせて149名を見込み予算措置をしていたが、結果的に197名と大幅に参加人数が上回り、関連経費に不足が生じたものであるとの説明がありました。そこで委員から当初見込みを上回った要因について質疑があり、執行部から本年度は本市で熊本県大会が開催されたことに伴い、これまでは県大会への出場は市の大会で1位のみだったが、出場枠が増え、ほとんどの競技種目において2以上も出場できるということになった。その結果、さらに各種競技で九州大会にも出場する種目が増えたことも要因であるとの答弁がありました。また委員から関連経費補助や支給時期について質疑があり、執行部から九州大会や全国大会に出場する前に補助を行っているが、予算が不足する部分があれば流用での対応を行い補助しているとの答弁がありました。以上のほか、水痘及び肺炎球菌の予防接種に関わる委託料の算出方法について、地域介護福祉空間整備等交付金事業における事業所に対する補助金の算定基準について、本市におけるスポーツ選手のレベルについて、本年度上半期において学校体育振興事業を利用するような大会開催予定および出場に際し補助する旅費の算定、根拠についてなどの質疑意見が出ております。次に議案第83号八代市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第84号八代市特定教育保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第85号八代市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例の制定について、議案第86号八代市保育の実地に関する条例の廃止についての条例案4件については関連がありますので、一括議題とし審査をいたしました。執行部からまず各条例の制定及び廃止の背景となっている子ども・子育て支援新制度や各条例の内容について説明がありました。そこで委員から家庭的保育事業における家庭的保育者の資格要件に対する本市の見解について質疑があり、執行部から家庭的保育者については必ず基礎研修を修了した上で認定研修である講習や保育実習などを受講していただく必要があるため、保育に対する質の確保は可能と考えているとの答弁がありました。これを受けて委員から家庭的保育者は
講習や実習を受けなければ正規の保育士と同等の扱いとするとのことであるが、市はもう少し資格に対して何らかの条件を含めてもよいのではないかとの質疑があり、執行部から今回制定する条例は国が定めた基準に従い定めているので、今後は新制度を実施する中で見直しが必要な部分については随時見直しを行っていきたいとの答弁がありました。以上のほか、放課後児童クラブと教育委員会との連携、障害児の受け入れ体制及び有資格者指導員の配置状況についてなどの質疑意見があっております。以上、本予算案1件、本条例案4件については、議案第88号平成26年度八代市一般会計補正予算第5号関係分、議案第73号平成26年度八代市国民健康保険特別会計補正予算第1号、議案第74号平成26年度八代市介護保険特別会計補正予算第1号、議案第87号八代市報酬及び費用弁償及び費用弁償条例及び八代市福祉事務所設置条例の一部改正についてとともに慎重に審査しました結果、全会一致をもって原案のとおり可決してしかるべきものと決した次第であります。次に、請願第6号手話言語法制定を求める意見書の提出方についてでありますが、慎重に審査いたしました結果、その趣旨を了とし全会一致をもって採択と決した次第であります。以上で報告を終わります。経済企業委員会委員長、増田和樹君。おはようございます。おはようございます。経済企業委員会に付託されました予算案2件、事件1件、決算2件および請願1件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果についてご報告申し上げます。なお、議案については執行部の説明を聞き質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に譲ることといたしまして、その主なものを申し上げます。まず、議案第72号平成26年度八代市一般会計補正予算第4号中当委員会関係分でありますが、歳出の第5巻、農林水産業費、第1項、農業費、農業振興費のフードバレー事業1900万円について、執行部から、本事業は地域金融機関から融資を受けて、事業に取り組む民間事業者に対して、国の地域経済循環創造事業交付金を活用し、その事業の初期投資費用を助成するものであるとの説明がありました。そこで委員から、今回対象となる事業者についてはどのように選定したのかとの質疑があり、執行部から今回は国から三次募集という形で行われ、事業募集期間が一月程度と非常に短く、また事業計画もある程度熟度の高いものでなければならなかったため、市の方で事前にさまざまなネットワークを通じ把握していた中から適切と思われる事業者に募集を紹介する形で選定したとの答弁がありました。これを受けて委員から、今回の事業は募集期間も短く、申請にあたっては諸条件もあることから市が事前に把握していた事業者を選定したことは理解するが、今後このような事業を募集する際はどのような方法によって行う予定なのかとの質疑があり、執行部から、今回に限らず、これまでも補助制度の情報があれば、本市のホームページへの掲載や、熊本県南フードバレー推進協議会の会員にメール等を送ることで広く周知してきた。加えて、現在、各事業者への個別訪問も実施しており、各事業者の事業内容に適した補助制度がある場合は、随時制度を紹介している。今後も一層周知徹底に努めていきたいとの答弁がありました。以上のほか、
食育推進育成事業の事業主体及び事業内容について等の質疑意見があっております。次に議案第88号平成26年度八代市一般会計補正予算第5号中当委員会関係分でありますが、歳出の第5巻農林水産業費、第3項水産業費、水産業振興費の産地、水産業強化支援事業880万円について執行部から、本事業は仮称八代市荷さばき施設建築工事に係る基礎工事において今年8月初旬から工事を開始していたが、試掘調査の結果現在の工法では、掘削できない玉石層が確認されたため現在工事を中断しており、玉石の、掘削が可能な工法への変更が必要となった。そこで今回それらの工法変更に要する経費を計上したものであるとの説明がありました。これを受けて委員から、工法変更により工事を再開した場合、工期内に完了するのかとの質疑があり、執行部から現在工期が1ヶ月遅れており、工法変更後、再度工期のスケジュールを検討した結果、平成27年2月末に完了する予定であるとの答弁がありました。また委員から、工事内容の変更に伴う請負金額について質疑があり、執行部から今回は他の工法も検討した上で、最も妥当かつ安価な工法を選択した。また今回に限らず、変更等については状況に応じて金額的な面も含め検討し、判断していきたいとの答弁がありました。これを受けて委員から、不測の事態により、工事内容に変更が生じることは理解するが、一般財源から支出する以上、今後は入札の方法等も含めて、もう一度検討していただきたいとの意見がありました。以上、予算案2件については、議案第75号平成26年度八代市一般会計補正予算第3号中、当委員会関係分に係る専決処分の報告及びその承認についてとともに慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案の通り可決並びに承認してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第71号、平成25年度八代市病院事業会計資本金の額の減少及び決算の認定についてでありますが、執行部から平成25年度の入院外来患者数や病床利用状況、また診療収入を含めた経費状況など経営状況など、本市民病院事業の概況及び法改正による会計処理方法の変更に伴う資本金の額の減少について説明がありました。そこで委員から入院外来患者数の昨年度との比較及び分析についての質疑があり、執行部から入院患者数は他の医療機関や介護福祉施設からの紹介が増え、昨年度より1500人ほど増加しているが、外来患者数は主に来院される近隣地元患者の高齢化もあり、毎年1000人ほど減少しているとの答弁がありました。このほか自治体病院としての私立病院の目指すべき方向性が見えてきたことで、さらに地域の医療機関や行政、介護、福祉サービス機関などと連携を取りながら、地域の中核病院としてさらに発展していただきたいとの意見があっております。以上のほか私立病院の今後の経営見込みについてなどの質疑意見があっております。以上、本決算一件については議案第70号平成25年度八代市水道事業会計利益の処分及び決算の認定についてとともに慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって原案の通り可決並びに認定してしかるべきものと決した次第であります。次に請願第4号農協改革に関する意見書の提出方についてですが、委員から今回政府が推進しようとしている農協改革は JA 八代に限らず全国の農協に関わることであり、全国から意見書を提出するべきであるとの意見、また今の
農業の制度を守っていくことが今後の農業の発展につながると思うとの意見がありました。以上、本請願一件については慎重に審査いたしました結果、全会一致をもって採択と決した次第であります。以上で報告を終わります。総務委員会委員長、福島康則君。おはようございます。おはようございます。総務委員会に付託されました予算案2件、条例案1件、事件3件の審査が終了いたしましたので、その経過並びに結果について報告いたします。なお、議案については執行部の説明を聞き、質疑意見が行われましたが、その詳細については委員会記録に依ることといたしまして、その主なものを申し上げます。まず、議案第72号、平成26年度八代市一般会計補正予算第4号中、当委員会関係分でありますが、第2巻総務費、第1項総務管理費、企画費の地域づくり、夢チャレンジ推進補助金事業による定住促進対策事業、356万3000円について、執行部から本事業は、二見地区をモデル地区としたモニターツアーの実施や、移住・定住情報についてのパンフレットの作成を行い、本市への移住・定住の促進を図るものであるとの説明がありました。そこで、委員から事業費の内訳について質疑があり、執行部からモニターツアー実施に伴う説明会や現地調査、ツアー作成のためのワークショップ、さらには地元の NPO 法人との懇談など、二見地区でのモニターツアー実施にかかる経費約250万円と、本市全体の移住・定住情報パンフレット作成経費約100万円が主なものであるとの答弁がありました。これを受けて、委員から今回は空き家対策及び定住促進等を目的とした事業を地域づくり夢チャレンジ推進補助金を活用して実施するわけだが、本来このような事業は継続的な実施が必要かと思われる。そこで今後の実施についてはどのように考えているのかとの質疑があり、今回の事業は単年度での事業実施ということであり、まずは地元受け入れ体制を作ることを目的に、二見地区において委託を行うものである。しかし、今後も継続できるような施策として、実施できればと考えているとの答弁がありました。これを受けて、委員から、八代地域の空き家問題は、中山間地だけではなく、平野部にもあると思うので、今回の事業が空き家対策の一つの基礎となるよう、しっかり本事業による基盤を作っていただきたいとの意見があっております。次に第8巻消防費、第1項消防費、非常備消防費の消防団整備事業190万8000円について、執行部から本年5月に泉町五箇所で発生した山林火災及び遭難者捜索の際、携帯電話が通じず、現場で活動している消防団員総合間の通信に支障をきたした。現場での通信手段を確保することは、離れた場所から捜索指示、または速やかな危険退避指示を出すことによる団員の安全確保のためにも必要であることから、今回、泉方面隊へ携帯用無線機
23台配備するものであるとの説明がありました。そこで委員から携帯用無線機の性能についての質疑があり、執行部から今回購入を予定している携帯用無線機については出力が約10ワットもしくは約5ワットで、通信可能距離が平野部など見晴らしの良い場所では約4キロ、範囲山間部など障害物等がある場所でも約1キロ範囲は通信可能であるとの答弁がありました。さらに委員から今後衛星通信を利用した通信手段の導入は考えていないのかとの質疑があり、執行部から現在本市では衛星電話を防災安全課に1台、五箇所地区に4台、坂本地区に1台配備している。衛星電話はバッテリー等の関係もあり、避難所などに配備している状況であり、将来的には衛星通信を利用した携帯用無線機を配備したいと考えている。そのものの機器の価格や維持費が高額となることもあるので、導入については経費を精査し、今後検討していきたいとの答弁がありました。以上、本予算1件については、議案第81号、八代市暴力団排除条例の一部改正について、議案第88号、平成26年度、八代市一般会計補正予算第5号関係分とともに慎重に審査いたしました結果、全会一致で原案の通り可決してしかるべきものと決した次第であります。次に議案第76号、新たに生じた土地の確認についてでありますが、執行部からこの土地については、先の6月定例会において、公有水面埋め立て地の用途変更等について議決をいただいたところであるが、公有水面の埋め立てにより、新たに生じた土地を確認するには、地方自治法第9条の第1項の規定により、議会の議決を経る必要があることから、提案したものであるとの説明を受け、慎重に審査いたしました結果、議案第75号、平成26年度八代市一般会計補正予算第3号中、当委員会関係分に係る専決処分の報告、およびその承認について、議案第77号、町区域の変更について、とともに、全会一致で可決、並びに承認してしかるべきものと決した次第であります。以上で報告を終わります。以上で委員長の報告を終わり、これよりただいまの報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わり、これより討論を行います。討論ありませんか。討論の通告がありますので、これを許します。笹本佐恵子君。皆さん、おはようございます。おはようございます。日本共産党の笹本佐恵子でございます。討論の機会を与えていただきましてありがとうございます。まず議案第83号、八代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について反対討論を行います。これは市が家庭的保育事業等の認可を行う際の基準について条例として定めるものです。家庭的保育事業の類型について条例は
保育児1人を対象とした居宅訪問型保育事業、5人以下の家庭的保育事業、6から19人の小規模保育事業、A、B、C のタイプあり、地域、子ども対象にした、子どもも対象にした事業所内保育事業の4つを挙げています。反対の理由の1点目は、保育の担い手に関することです。保育士資格を必要としているのは、小規模保育事業の A 型は全員、B 型は2分の1、園児5人以上の事業所は保育士資格を必要とせず、研修のみで良いとなっています。保育の質の低下が懸念されます。現行でも保育士資格者は3分の1で良いとされている認可外保育所での子どもの死亡事故率は圧倒的に高くなっています。厚生労働省の調査で、2013年の1年間における死亡事故件数は、認可保育所で4件、認可外保育所では15件、入所児童数から換算すると、認可外は認可の45倍となるとしています。やはり保育の担い手は、すべての事業において、保育士資格者とすべきです。先進事例として、神戸市が小規模保育事業については、保育士 100% 配置の A 型のみ、家庭的保育事業は研修を受けた保育士、保健師、看護師としています。札幌、仙台、横浜、盛岡市が小規模保育事業の B 型について、保育士を3分の2以上としています。京都、札幌、盛岡、名古屋市が家庭的保育事業の保育者は保育士とするとしています。反対の2点目は食事に関することです。この条例によると、自園調理を基本としながらも、調理業務の委託を容認し、連携施設などからの外部搬入も容認しているからです。2歳未満の子どもが多いことを考えた場合、離乳食やアレルギー児食など、個々の子どもの状況に応じた丁寧な給食が必要です。認可基準として、自園調理を求め、調理員の配置も必須とすべきです。先進事例としては、山形市が C 型と家庭的保育事業では自園調理、仙台市が家庭的保育事業で自園調理による給食としています。議案第84号、八代市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について反対討論を行います。これは認定こども園、幼稚園、保育所や先ほどの家庭的保育事業施設が給付対象として適切な運営を行っているかを市が確認する際の基準を定めるものです。反対の理由の1点目は、超過定員に関することです。新制度は保育所を除いて保護者と施設との直接契約となります。利用定員を超えた場合、施設が選ぶことになります。市の利用調整についても説明を受けましたが、障害児や過去に保護者が保育料を滞納した経歴のある子どもなどが排除されないか懸念があります。反対の理由2点目は、保育料に関することです。国の基準では、保育の質の向上を図る上で、特に必要と思われる経費、つまり、英語教室などのオプション保育に関する上乗せ徴収が、保護者同意の上で容認されています。保護者の経済的条件によって、子どもの格差が生じる懸念があります。議案第85号、八代市放課後、児童県政育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について賛成討論を行います。これは
放課後児童健全育成事業を行う事業者が存入すべき基準を定めるもので、当然のことです、新制度で地域子ども子育て支援事業に位置づけられ、対象が6年生まで引き上げられたことも良いことだと考えます。また補助金が交付金となり、学童保育の整備計画も含めた子育て支援についての事業計画に基づき、国からの交付金が支給されるため、自治体が立てる事業計画の内容は子どもたちのための事業計画を作ることが大切となっています。また施設に関する基準として、本条例は児童1人当たり 1.65 平方メートル以上としていますが、保育所の入児室レベルの基準である拡大を求めておきます。以上で討論を終わります。ありがとうございました。以上で討論を終わります。これより採決いたします。議案第70号から同第71号まで、すなわち平成25年度八代市水道事業会計利益の処分及び決算の認定、及び同病院事業会計資本金の額の減少及び決算の認定、以上2件については委員長の報告通り、すなわち原案可決及び認定するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本2件は原案のとおり可決及び認定することに決しました。議案第72号、平成26年度八代市一般会計補正予算第4号については、委員長の報告どおり、すなわち原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案のとおり可決されました。議案第73号から同第74号まで、すなわち平成26年度八代市国民健康保険特別会計補正予算第1号及び同介護保険特別会計補正予算第1号、以上2件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本2件は原案の通り可決されました。議案第75号、平成26年度八代市一般会計補正予算第3号に係る専決処分の報告については、委員長の報告通り、これを承認するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は承認されました。議案第76号から同第77号まで、すなわち八代市港町273番、274番、275番および276番地先公有水面埋め立て地にかかる新たに生じた土地の承認について、確認について、および同町区域の変更について、以上2件については、委員長の報告通り、これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本2件は可決されました。議案第78号から同第79号まで、すなわち、上柳新町4号線ほか1路線に係る指導路線の廃止について、および上柳新町4号線ほか3路線に係る指導路線の認定について、以上2件については、委員長の報告通り、これを可決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本2件は可決されました。議案第85、八代市公共下水道八代市水処理センターの建設工事委託にかかる契約の変更については、委員長の報告通り、
これを可決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって 本件は可決されました。議案第81号から同第82号まで、すなわち八代市暴力団排除条例の一部改正について、および八代市営住宅設置管理条例の一部改正について、以上2件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本2件は原案の通り可決されました。議案第83号、八代市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数。よって本件は原案の通り可決されました。議案第84号、八代市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手多数。よって本件は原案の通り可決されました。議案第85号、八代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は原案の通り可決されました。議案第86号から同第87号まで、すなわち八代市保育の実施に関する条例の廃止について、および八代市報酬および費用弁償条例および八代市福祉事務所設置条例の一部改正について、以上2件については委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本2件は原案の通り可決されました。議案第88号、平成26年度八代市一般会計補正予算第5号については、委員長の報告通り、すなわち原案の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立全員。よって本件は原案の通り可決されました。次に請願陳情の採決を行います。請願第4号、農協改革に関する意見書の提出方については、委員長の報告通り、これを採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は採択することに決しました。請願第6号、手話言語法制定を求める意見書の提出方については、委員長の報告通り、これを採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は採択することに決しました。陳情第5号、環境センター施設整備事業に伴う観光事業への配慮方については、委員長の報告通り、これを採択し、市長に送付の上、その処理の経過及び結果の報告を請求することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員。よって本件は採択することに決しました。日程第23から同第34まで、すなわち議案第89号から同第100号までの議案12件を一括議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長中村博夫君。おはようございます。おはようございます。ただいま上程されました議案につきまして、提案理由の説明を申し上げます。議案第89号から議案第100号までは、平成25年度一般会計及び特別会計の決算議案12件で、各会計に
について、決算事務が完了し、監査委員による審査も終了しましたことから、認定をお願いするものでございます。概要につきましては、総務部長から説明いたさせます。よろしくご審議の上、何とぞ認定いただきますよう、お願い申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。総務部長、木本弘明君。おはようございます。おはようございます。それでは、議案第89号から議案第100号までの平成25年度一般会計及び特別会計の決算議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。本来は、一般会計、特別会計について、決算書に基づき説明をすべきところでございますが、12件と多くにわたりますので、配布をいたしております資料、A3 番横長の資料でございますが、平成25年度決算の概要により説明をさせていただきたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。それでは資料の1ページをお願いします。議案第89号平成25年度一般会計歳入歳出決算でございます。歳入総額は591億3562万1000円で、前年度に比べ 2.9%、16億6796万5000円の増加でございます。予算減額に対する割合であります収入率は 92.6% となっております。歳出総額は572億6475万円で、前年度に比べ 3.1%、17億1920万1000円の増加でございます。予算減額に対する割合であります執行率は 89.6% となっております。歳入歳出ともに大幅に増加しておりますが、これは国の大型補正予算に伴い、平成24年度末に予算化いたしました学校施設の耐震化事業や強い農業づくり交付金事業などの補正予算を平成25年度に繰り越したことによるものでございます。また収入率及び執行率が低い原因は、平成25年度末に予算化しました学校施設の耐震化事業や農業基盤整備促進事業などの国の第一次補正に伴う補正予算などが平成26年度への繰り越し事業となったためでございます。歳入総額から歳出総額を差し引きしました18億7087万1000円で、失礼しました。歳入総額から歳出総額を差し引きしました額が、18億7087万1000円で、この額から、翌年度へ繰り越すべき財源1億6734万6000円を差し引きました実質収支額は17億352万5000円の黒字で、翌年度への繰り越し金となります。次に下の左の表でございます。25年度末の一般会計の、基金現在額を申し上げます。総計は119億7988万4000円でございます。主なものは財政調整基金が35億1526万7000円で、前年度に比べ180万4000円の増加となっております。これは減債基金が7億4890万円で、失礼しました。また減債基金が7億4890万円で、前年度に比べ1390万円の増加、私有施設整備基金が40億1299万4000円で、前年度に比べ5億368万2000円の増加となっております。これは、環境センター建設など、
将来の大型の建設事業に備え、5億円の減債積み立て、現金積み立てを、元金積み立てを行ったことにより、増加したものでございます。これら3つの基金を合わせました金額は、82億7716万1000円で、前年度に比べ、5億1938万6000円の増加となっております。その他、平成24年度末に、八代広域行政事務組合の八代ふるさと市町村圏基金が廃止されましたことに伴い、新設いたしましたまちづくり交流基金が8億3792万円、土地開発基金が現金、土地、貸付金を合わせまして15億6649万円となっております。次に右の表でございますが、平成25年度末の一般会計の私債残高を申し上げます。合計額は610億7347万4000円で、前年度に比べ6億8366万2000円の減少となっております。これは国の施策によります臨時財政対策債など赤字補填債が10億5988万2000円増加しましたものの、建設事業などの事業債が16億3054万4000円減少したことによるものでございます。また、平成25年度末の債務負担行為額は38億6220万5000円で、前年度に比べ10億2910万1000円の増加でございます。これは、電算会計関係にかかる基幹システム更新経費などの増によるものでございます。次に2ページをお願いいたします。一般会計決算の歳入の状況でございます。まず、左の表の鑑別の主なものを申し上げます。1の市税の決算額は137億9101万円で、前年度に比べ 1.3%、 1億7546万1000円の増加でございます。これは固定資産税の評価外に伴う土地の減少がありましたものの、農業所得の増による市民税の増加や県と市の配分率変動によるタバコ税の増加が主な要因でございます。なお調停対比、つまり徴収率は 92.9% で、構成比は 23.3% でございます。10の地方交付税の決算額は177億3695万5000円で、前年度に比べ 1.0%、 1億7363万9000円の減少で、構成比は 30.0% でございます。14の国庫支出金の決算額は89億7198万5000円で、前年度に比べ14.2%、 11億1556万4000円の増加でございます。これは国の経済対策として交付されました地域の元気臨時交付金などの増が主な要因でございます。なお構成比は 15.2% でございます。15の県支出金の決算額は66億1221万7000円で、前年度に比べ 27.1%、 14億856万5000円の増加でございます。これは強い農業づくり交付金事業補助金及び農業生産総合対策事業費補助金などの増が主な要因でございます。20の小収入の決算額は9億897万7000円で、前年度に比べ 50.0%、失礼しました、50.5%、9億2724万8000円の減少でございます。これは、前年度の平成24年度が、八代広域行政事務組合から
八代ふるさと市町村圏基金が返還されたこと等で突出していたため、平成25年度は大幅な減となっております。21の市債の決算額は52億5900万円で、前年度に比べ 1.5%、7870万円の増加でございますが、これは建設事業などの事業債が減となったものの、臨時財政対策債など赤字補填債の増が主な要因でございます。なお構成比は 8.9% でございます。また翌年度への繰越事業に対します未収入の特定財源は38億9062万4000円でございますが、国の補正予算による国・県支出金や市債がその多くを占めております。次に右の表は、歳入を自主財源・依存財源に区分したものでございます。自主財源は地方自治体が自主的に収入します財源であり、一方依存財源は国・県からの補助金や交付金でございます。市税や使用料及び手数料、繰入れ金・繰越金などの自主財源の決算額は185億9900万6000円で、前年度に比べ 3.7%、 7億470万9000円の減少でございます。なお自主財源の構成比は 31.4% で、前年度に比べ 2.2 ポイント減少しております。また、地方交付税、国県支出金、市債などの依存財源の決算額は405億3661万5000円で、前年度に比べ 6.2%、 23億7267万4000円の増加となっておりますが、これは先ほどご説明いたしました地域の臨時元気臨時交付金や強い農業づくり交付金事業補助金および農業生産総合対策事業費補助金など国県支出金の増が主なものでございます。なお依存財源の構成比は 68.6% と、前年度に比べ 2.2 ポイント増加をしており、依然として依存財源の構成比率が高い状況でございます。次に3ページをお願いいたします。一般会計の目的別の歳出決算でございます。3の民生費の決算額は200億6907万1000円で、前年度に比べ 2.5%、 4億8761万3000円の増加となり、これは介護基盤緊急整備特別対策事業や保育士等処遇改善臨時特例事業の増などによるものでございます。なお構成費は 35.0% でございます。5の農林水産業費の決算額は57億225万3000円で、前年度に比べ 40.4%、 16億4202万3000円の増加となり、これは農業基盤整備促進事業や農業生産総合対策事業の増などによるものでございまして、構成費は 10.0% でございます。7の土木費の決算額は56億4413万7000円で、前年度に比べ 6.2%、 3億2861万6000円の増加でございます。これは市内一円道路改良事業や道路維持事業の増などによるもので、構成費は 9.9% でございます。9の教育費の決算額は59億1162万8000円で、前年度に比べ 5.9%、 3億2778万3000円の増加でございます。これは第四中学校の体育館改築事業や特別支援学校の特別支援校の校舎改築事業などの学校施設の耐震化事業の増によるものでございます。
なお構成比は 10.3% でございます。11の交際費の決算額は68億604万5千円で、前年度に比べ 1.1%、7556万9千円の減少でございまして、構成費は 11.9% となっております。また、前年度への繰越額は40億5797万円で42の事業がございまして、大部分に国の補正予算によるものを含んでおります。次に4ページからは平成25年度特別会計の決算でございます。主なものを申し上げます。まず議案第90号の国民健康保険特別会計歳入歳出の決算でございます。歳入総額は182億9471万1000円で、前年度に比べ 0.8% の増加。歳出総額は182億1435万7000円で、前年度に比べ 1.3% の増加。歳入歳出差引額、実質収支額ともに8035万4000円の黒字となっております。一般会計からの繰入金は10億8000万8000円でございます。失礼しました、10億8900万8000円でございます。次の議案第91号は75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療特別会計歳入歳出の決算で、歳入総額は16億3479万5千円、前年度に比べ 0.8% の増加、歳出総額は16億511万4千円、前年度に比べ 0.9% の増加、歳入歳出差引額、実質収支額ともに2968万1千円の黒字でございます。一般会計からの繰入金は5億2204万7千円となっております。次に議案第92号の介護保険特別会計歳入歳出の決算では、歳入総額は129億3305万2千円で、前年度に比べ 1.1% の増加、歳出総額は128億5681万1000円で、前年度に比べ 0.7% の増加、歳入歳出差引額、実質収支額ともに7624万1000円の黒字となっております。なお一般会計からの繰入金は18億7825万7000円でございます。次に議案第93号は公共下水道事業特別会計歳入歳出の決算で、歳入総額は41億5831万3000円で、前年度に比べ 8.9% の減少、歳出総額は40億4780万9000円で、前年度に比べ 9.9% の減少となっております。歳入歳出差引額は1億1050万4000円で、この額から翌年度への繰り越すべき財源736万6000円を差し引きしました。実質収支額は1億313万8000円の黒字で、翌年度への繰り越し金となります。一般会計からの繰入金は17億400万円でございます。また資債は9億7020万円でございます。歳出では建設費が9億6771万2000円で、幹線工事をはじめ水処理センターの改築委託費などが主なものでございます。また交際費は24億2426万4000円で、前年度に比べ 3.4%、8593万3000円の減少でございます。続きまして議案第94号の簡易水道事業特別会計歳入歳出の決算では、歳入総額は2億8644万円で、
前年度に比べ 17.7% の減少、歳出総額は2億8639万9000円で、前年度に比べ 17.8% の減少となっております。歳入歳出差引額は4万1000円で、同額が、翌年度への繰り越すべき財源となり、実質収支額は0円となっております。一般会計からの繰入金は1億3094万6000円でございます。次に、下の表の中央、議案第97号のケーブルテレビ事業特別会計歳入歳出の決算では、歳入歳出総額ともに2億6960万4000円で、歳入歳出差引額、実質収支額ともに0円となっております。一般会計からの繰入金は1億7832万円でございます。次に5ページをお願いいたします。下の左の表で、平成25年度末の特別会計の基金現在高を申し上げます。合計額は11億7491万4000円でございます。その主なものは、国民健康保険財政調整基金が10億4975万2000円でございます。次に右の表でございますが、平成25年度末の特別会計の私債残高を申し上げます。合計額は289億7067万8000円で、前年度に比べ11億9959万8000円の減少となっております。主なものは公共下水道事業が264億9138万2000円で、前年度に比べ9億3255万8000円の減少、ケーブルテレビ事業が5億204万7000円で、前年度に比べ1億6659万6000円の減少となっております。次に6ページをお願いいたします。健全化判断比率等について申し上げます。平成20年度決算から、財政の健全度での黄色信号であります早期健全化基準や赤信号であります、財政再生基準が、適用されることになり、いずれかが基準値以上になりますと議会の議決を経て、財政健全化計画や、財政再生計画を定めることが義務付けられております。平成25年度の健全化判断比率の指標について申し上げますと、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、黒字決算であるために比率はございません。次に、実質公債費比率は、一般財源の規模に対する公債費の割合を示すもので、一般会計の公債費に加え、公営企業に対する公債費の繰出金、一部事務組合に対する負担金のうち、公債費に対するものも含めた指標で、平成25年度は前年度に比べて 0.6 ポイントの減の 14.4% となっております。これは、早期健全化基準は早期健全化基準は 25% でございます。この比率が 25% 以上になると、地方債の発行が一部制限されることになります。次に、将来負担比率でございます。将来負担比率は、一般会計、特別会計、公営企業会計、地方公社、および第三セクター等について、一般会計が将来負担する可能性のある、負債総額、いわゆる将来負担額の一般財源の規模に対する割合を示すものでございます。将来負担額には、一般会計の地方債現在高、債務負担行為に基づく支出予定額、
特別会計、公営企業会計や一部事務組合の交際費に充てるために、一般会計から繰り出す見込み額、退職手当、支給予定額のうち、一般会計の負担見込み額などが含まれます。平成25年度の将来負担比率は前年度に比べ9ポイントの減の 81.2% となっております。なお早期健全化基準は 350% でございます。次に資金不足比率でございますが、資金不足比率は公営企業における資金不足額の事業規模に対する割合を示すものでございますが、それぞれ資金不足がないために比率はございません。次にその他の財政指標について申し上げます。まず標準財政規模でございます。標準財政規模は地方自治体における地方税、普通交付税、地方剰余税など標準的な一般財源の規模を示すものでございまして、その額は341億1919万4000円で、前年度に比べ3億5101万5000円の増額となっております。次に、財政力指数でございます。財政力指数は地方自治体の財政基盤の強さを示す指数でございまして、標準的な行政活動を行うのに必要な財源をどれだけ自力で調達できるかを表しております。この財政力指数が1に近いほど財政力が強いとされ、1を超える団体には普通交付税は交付されません。なお平成25年度の指標は前年度に比べ 0.01 ポイントの増で 0.47 でございます。次に財政構造の弾力性、健全性を見ます経常収支比率で、この比率が低いほど新たな行政需要に弾力的に対応でき、市は 80% を超える場合には財政構造の弾力性が失われつつあると言われております。平成25年度の比率は 89.5% で、前年度に比べ 0.3 ポイントの増となり、依然として財政構造の硬直化は進んでいる状況でございます。以上、平成25年度の八代市一般会計並びに特別会計決算の概要説明とさせていただきます。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。この際お諮りいたします。決算審査特別委員会の設置および同委員の選任についてを日程に追加し、直ちに議題といたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。決算審査特別委員会の設置および同委員の選任についてを議題といたします。お諮りいたします。ただいま質疑を終えました議案第89号から同第100号までの平成25年度の八代市一般会計歳入歳出決算および特別会計歳入歳出決算の12件については11人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。お諮りいたします。ただいま設置されました決算審査特別委員会の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、鈴木田光一君、田形義信君、中村和美君、中山由布也君、成松幸雄君、野崎真也君、福島康則君、堀哲夫君、増田和樹君、松永純一君、桃田隆君、
以上11人の諸君を指名いたしたいが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました11名の諸君が決算審査特別委員会委員に選任されました。議案第89号から同第100号までの平成25年度の八代市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の12件については、ただいま設置されました決算審査特別委員会にその審査を付託いたします。委員会開催などのためしばらく休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。報告いたします。決算審査特別委員会の正副委員長ご選の結果、委員長に田形義信君、同副委員長に松永純一君がご選されました。日程第35、議案第101号の一件を議題とし、これより提出者の説明を求めます。市長中村博夫君。皆さんこんにちは。大変お疲れ様でございます。ただいま上程されました議案につきまして提案理由の説明を申し上げます。議案第101号の教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、本年9月30日をもって1名の教育委員会委員が任期満了となることから、松永松木氏を新たに委員として任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。松永氏は昭和55年に旧泉村に入庁され、合併後の本市において健康教育課長、主席教育審議員、企画振興部次長などを歴任後、平成23年3月に退職され、平成24年4月から現在 NPO 法人化されております八代市体育協会の会長、また平成26年4月からは泉町づくり協議会の会長をお務めになっておられます。教育委員会委員の職にふさわしい見識を有する方であり、適任であると考え、議会にお分かりするもので、ございます。よろしくご審議の上、何とぞご賛同いただきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。以上で提出者の説明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案一件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論終わり、これより採決いたします。議案第101号松永松木君を教育委員会委員に任命するにつき、これに同意するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本件は同意することに決しました。日程第36、発議案第2号を議題とし、これより発議者の趣旨弁明を求めます。成松幸男君。皆さんこんにちは。ただいま上程されました発議案第2号空き家問題の解消に向けた対策に関する意見書案について、発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。内容につきましては別紙議案記載のとおりでありますが、総務省が発表した平成25年10月時点での全国の空き家数は820万戸となっており、今後高齢化や人口減少が進む中、
空き家数はさらに増加すると見込まれています。空き家が適正に管理されないまま放置されると老朽化による建物の倒壊の危険性、火災、ゴミの不法投棄などにつながる恐れがあり、また災害時の避難路確保の困難や近隣家屋等への延焼などが危惧されております。このため老朽危険空き家については除去を促進する必要がありますが、解体費用や解体後の更地に課税される固定資産税の増加などが要因となり、空き家の解体は進んでおりません。また所有者不明等の空き家については個人情報保護の観点から所有者特定のために課税情報を目的外に利用することには制限があり、地方公共団体での対策も進まない状況であります。そこで空き家問題の早期解消を図るため関係法令の改正を含めた総合的な施策体系を確立するよう意見書を国及び政府に提出する必要があると判断した次第であります。どうかこの趣旨にご理解いただき満場一致ご決定をいただきますようお願い申し上げ趣旨弁明といたします。よろしくお願いいたします。以上で趣旨弁明を終わり、これより質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております発議案1件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。発議案第2号、空き家問題の解消に向けた対策に関する意見書案については、原案のとおり決するに、賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員、よって本件は原案のとおり可決されました。報告いたします。本日、中村和美君、ほか7名から、発議案3号、手話言語法の制定を求める意見書案、増田和樹君、ほか7名から、発議案第4号、農協改革に関する意見書案が提出されました。お分かりいたします。この際、日程に追加し、本2件を議題といたしたいが、これにご異議ありませんか。異議なしと認め、そのように決しました。発議案2件を一括議題とし、これより提出者の趣旨弁明を求めます。まず、発議案第3号について、中村和美君。皆さん、こんにちは。こんにちは。趣旨弁明、ただいま上呈されました発議案第3号、手話言語法の制定を求める意見書案について、発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。本案は宣告関連の請願が採択されましたので、それを審査いたしました関係委員会の私どもが発議したものであります。内容につきましては、別紙発議案記載のとおりでありますが、手話とは日本語を音声だけでなく、手指や顔の表情などで伝える独自の語彙や文法体系を持っている言語であり、手話を使う人たちにとって情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきました。平成18年12月に国連において採択された障害者権利条約には手話は言語であることが明記されており、国は障害者権利条約の批准に向け国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法には、すべて障害者は可能な限り手話を含んだ言語その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されると定められております。また同法では国地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化
等が義務付けられております。そこで手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもたちが手話を身につけ、自由に手話を使え、さらには手話を言語として普及研究することのできる環境の整備に向けた法整備を実現する必要があります。続いてはこれらのことを実現するためにも、国に対して手話言語法を早期に制定するよう強く要望する必要があると考え、意見案を提出した次第であります。どうかこの趣旨にご理解いただき、満場一致ご決定をいただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。よろしくお願い申し上げます。次に発議案第4号について増田和樹君。ただいま上程されました発議案第4号農協改革に関する意見書案、発議者一同を代表して趣旨弁明を申し上げます。内容につきましては別紙議案記載のとおりでありますが、平成26年6月24日に政府が改定した農林水産業地域の活力創造プランにおいて、これまでと同様農業農村全体の所得を今後10年間で倍増させることを目指すという目標を掲げると ともに、新たに農協改革の推進等として、信用事業の移管、共済事業の代理店化、準組合員への利用制限、全農の株式会社化、中央会の新たな制度への移行等が盛り込まれました。これまで農業協同組合は、県、市町村等の行政関係機関と密接に連携しながら、農協改革の目的である地域農業、農村の発展に取り組んできており、今後も当該取り組みを継続していくところであります。しかしながら、今回の農協改革に関する今後の政府の取りまとめ以下では、農業協同組合がこれまで果たしてきた機能が低下し、行政関係機関と連携して取り組んできた農業政策の推進、担い手の育成、さらには農業の持つ多面的機能の維持等の対応が困難になるなど、地域農業、農村に対して多大な影響が出ることが懸念されます。よって、今後予定されている農協法の改正など、次期通常国会で審議される、農協改革については、地域からの声を真摯に受け止め、慎重な議論を行うとともに、あくまでも農家、組合員、組織の総意に基づく自己改革を基本とし、地域の実態を踏まえた自主的な取り組みに十分配慮するよう、国及び政府に対して強く要望する必要があると考え、今回意見書を提出するものです。どうかこの趣旨に ご理解いただき、満場一致ご決定をいただきますようお願い申し上げ、趣旨弁明といたします。よろしくお願い申し上げます。以上で趣旨弁明を終わり、これより本2件に対する質疑を行います。質疑ありませんか。以上で質疑を終わります。お分かりいたします。ただいま議題となっております発議案2件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認め、そのように決しました。これより討論を行います。討論ありませんか。以上で討論を終わり、これより採決いたします。発議案第3号、手話言語法の制定を求める意見書案については、原案のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員、
よって本件は原案の通り可決されました。発議案第4号、農協改革に関する意見書案については、原案の通り決するに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員、よって本件は原案の通り可決されました。次に閉会中の継続審査及び調査についてお分かりいたします。別紙閉会中の継続審査調査申し出のあった案件の通り、建設環境委員会委員長から所管事務調査2件、文教福祉委員会委員長から所管事務調査2件、経済企業委員会委員長から所管事務調査2件、総務委員会委員長から請願2件、陳情3件、所管事務調査2件、議会運営委員会委員長から議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項、議長の諮問に関する事項、以上の16件、並びに決算審査特別委員会委員長から議案第89号から同第100号までの平成25年度八代市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算の12件についてそれぞれ閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。本申し出の通り決するにご異議ありませんか。異議なしと認めそのように決しました。日程第37会議録署名議員の指名を行います。会議規則第88条の規定により会議録署名議員に友枝和樹君、太田博則君を指名いたします。以上で本日の日程は全部終了いたしました。ここで定住自立権構想に関して市長より発言の申し出がありますのでこれを許します。市長中村博夫君。本日は9月定例市議会の閉会日となりましたが、私から定住自立権構想推進要項に基づき中心市宣言をさせていただきたいと存じます。中心市宣言、我が国においては本格的な人口減少、少子高齢社会が到来し、生産年齢人口の減少による経済の停滞とともに、中山間地域においては耕作放棄地の増加など、生産基盤の弱体化やコミュニティの脆弱化が生じるなど、これまで経験のない社会構造、地域情勢への大きな変革が見込まれております。人口減少社会の到来に対応し、持続可能な地域社会を構築していくためには、広域的な連携のもとに、地方圏として安心して暮らせる地域を形成し、都市圏への人口流出を抑制するとともに、都市圏から地方圏への人の流れを創出していくことが求められております。本市は東は宮崎県に境を接し、西は八代海を隔てて天草諸島を望み、太陽で豊かな自然に囲まれながら、球磨川、氷川のもたらす豊富で良質な水の恩恵を受け、全国有数の農業生産地、県内有数の工業都市として発展してきました。九州縦貫自動車道等の高規格道路、九州新幹線等の鉄道に加え、県内最大の国際貿易港である八代港を有しております。九州の中心に位置する地理的優位性から陸海の交通の要衝として、その持てる力の十分な発揮が期待
されています。また地域医療の拠点となる医療機関、高齢者施設等の福祉施設や高等教育機関のほか、歴史文化施設や大型商業施設等、ゆとりある生活を継続していくために必要な都市機能を有しています。このようなことから、本市は生活権益を共にする周辺自治体と互いの地域特性を生かした役割分担を図りながら、住民が安心して豊かな暮らしを続けられるよう、県域全体の活性化に向けて、定住自立圏構想における中心市となることをここに宣言します。平成26年9月25日、八代市長中村博。以上、宣言とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。私はこの9月定例会冒頭の提案理由説明の際、熊本の副都心として新しい八代づくりに邁進したいと申し上げたところでございます。新生八代2年目のスタートを切るにあたり、この熊本県南地域における本市のリーダーとしての自覚と役割を表明し、本市の立ち位置をより明確にするために、この定住自立圏構想における中心市となることを市長として宣言させていただきました。今後は議会の皆様方のご理解、ご協力、またご審議をいただきながら、必要な手続きを進めさせていただくとともに、頑張ってまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。改めて閉会にあたり、市長から発言の申し出がありますので、これを許します。市長中村博君。閉会の挨拶の前に、市政の動向についてご報告申し上げます。国におきましては、安倍内閣の重要課題である地方創生の実現に向けた動きを加速するために、人口減少や超高齢化等の課題に対し、政府が一体となって取り組み、地域の特徴を生かした自律的で持続可能な社会の創生を支援するため、今月3日に町人仕事創生本部が設置されております。今月29日には関連法案を臨時国会に提出し、早期の成立を目指すこととされております。地方創生に向けた動きが本格化することとなります。こうした国の動きを受け、熊本県におきましても、幸せ実感町人仕事づくり本部が設置されたところでございます。本市におきましても、全庁的な組織づくりを行い、国県の動きを的確に捉えた対応を行うため、昨日、私をはじめ副市長及び幹部職員等からなります八代町人仕事対策本部を設置いたしました。先ほど中心市宣言をさせていただきました。定住自立圏構想の取り組みとともに、今後もスピード感を持って国政、県政と連動した市政運営を進め、本市はもとより県南地域の一体的な経済浮揚に寄与するために県南の中心市としての役割を果たしてまいる所存でございます。去る9月1日から始まりました市議会5月定例会におきましては、
提案しましたすべての議案につきまして、原案通りご賛同いただき、誠にありがとうございました。本会議や委員会を通じ、議員各位から賜りましたご意見、ご要望につきましては、今後、市政運営を進める上で、十分尊重させていただきたいと思います。また本日、追加提案し、継続審議となりました決算議案につきましては、ご認定をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。9月も終わりとなり、本格的な秋の訪れとともに、朝夕は冷え込むことも多くなってまいりました。しかしながら、これから台風シーズンは迎えます。そして、全国各地で局地的な豪雨災害も発生しております。こういった気象環境の中で、議員の皆様方におかれましては、健康に十分留意され、今後ともますますご活躍いただきますよう、心から記念申し上げ、閉会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。これをもって平成26年9月定例会を閉会いたします。